ご飯の上に輝く金目鯛がうちくしい。エビ丼もうちくしい。ブリもうちゅーってしつこいわ。そんな食べるものすべてが光って見えるこちらのお店。熱海平和通り名店街入り口にある熱海お魚大食堂さん。母ちゃんがエビ丼食べてってことで父ちゃんが一っ走り車を走らせて行ってきたんだって。その頃娘は友達とデート。これが母ちゃんお目当てのエビ丼。 これは美しい。そんでこっちが父ちゃんの金目大丼。母ちゃんの食事を邪魔できないので金目大丼をクローズアップするよ。金目の刺身に金目の炙り。真ん中は叩たたき。ごまだれもうまーい。締めはだしをかけてもらって炊いて漬け。幸せを飲み干しまーちゅ。アジフライとブリのお刺身も美味しかった。ぜひ行ってみて。 っておっとまだ続きがあるのよこれだけ食べても足りない父ちゃんは、丹那屋さんってとこで甘辛団子、熱海フルーツキングさんでイチゴのソーダ。これでお腹いっぱいお土産は、あのまた一案さんの熱海限定店、熱海バターパン。お家で娘も食べたけど、バターがこってりで美味しすぎた。岩田でも販売して熱海は温泉にグルメ楽しいね。ぜひ行ってみて